わっは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 は。へっ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 へ。もともと変な奴らだけど、さらにおかしくなっちゃったか？それにしても笑っちゃうぐらい。チャンネル登録者伸びませんな。それな、受ける。おい、時間。現状は小中高生、学生さんがメインの視聴者のこのチャンネル。まあゆっくり実況だと、正直大人の新規視聴者さんを獲得するのは厳しい。となれば新規開拓の可能性はただ一つ。爆発的な登録者と再生数の伸びが期待できるキッズ。小学生以下のお子様たちだな。日本の YouTube チャンネル、総再生回数ランキングにおいて、トップ10のうち4つもキッズ系チャンネルという事実。また世界ではキッズ向けチャンネルで、8歳の少年が年収25億なんて半端ないチャンネルも。ということで我々も、小さい子向けの動画を作れば、一気に登録者伸びるのでは？ということでね、これで行きましょう。お人形さん霊夢。赤レンジャー主。赤レンジャーな、嫌だわ赤レンジャー。絶対風呂入ってないやん。え、おいマジかよ霊夢。お人形ってそれじゃあ女の子しか興味ないじゃん。主は男女の、小さい子の新規視聴者さんを獲得したいんだよ。いやいや、赤レンジャーがよく言うわ。それこそ男子限定じゃないの。嫌だからお互い補い合ってるからよくね。いいから早く、ピンクレンジャーになりなさい。いやいや、そっちが男の子の人形になれだわ。おっと、チャンネル開始以降初の喧嘩か？おい、これは主チャンネルだぞ。主がリーダーなんだぞ。うわぁ、パワハラすかリーダー。最低、ひどい、ありえない。いや、そういうのじゃねえし。てかすぐパワハラとか言うなよ。このネット時代すぐに炎上すんだぞ。じゃあ相手の気持ちも考えたら。まあそうだな。一方的に押し付けて悪かった。私もちょっと言い過ぎた。ごめん。お、意外にあっさり仲直り。おし、じゃあお互いが妥協し納得できる。子供人気といえばこれってものを探そう。そうね、了解よ。なんか二人は意見が一致し、コスプレの道具買いに行っちゃったので。暇なのでね、時間空いてる。アイデルしようってことで愛広で遊ぶかな。やっほー、子供が大好き。うんち霊夢だよ。絶対子供人気でない。はい、このアホに目は放っておいてね。今日は愛広で遊びましょうね。ちょっとショック。私の歌声を聞きたい？あ、ぜひ。それはちょっと恥ずかしいです。聞かせてくれないんかーい。じゃあ私の美声を。ソーさん、ソーさん。だから音痴歌うなよ。君は喋れるのか？何かこうピリッとしたもんが食いたいな。いや予想外のイケボー。ピリッとしたもの電気うなぎなんていかが？そうピリッとな。長寿を保つ秘密は、アイヒロをプレイするんだ。がっつり宣伝だ。ということで本日はこちら、2回目のアイヒロ、略してアイデルヒーローズ。略してアイヒロじゃ。アイヒロは手軽で誰でも簡単、そしてこのスマホアプリすごいんです。なんとこのスマホアプリ。スマホがあればどこでも無料でプレイできる。でしょうね、スマホアプリですからね。それじゃあ、早速遊んでいきますか。まずは豪華報酬目指し試練冒険。15のステージを攻略していく。この試練に参加できるヒーローはレベル40以上。おし、パーティーはこんな感じで。絶対可愛い基準で選んだろ。おっしゃ？じゃあ気合い入れて戦闘に。戦闘にな、戦闘はむしろリラックスしていけ。戦闘はこんな感じ。オート、自動で進んでいくので、料理が下手な人でも安心。関係ねえだろ料理スキルは。倒したー。ふ、勝利と書いて、勝ちだぜ。ちょっと何言ってるかわからない。ちなみに削られた体力はそのままで次のステージに。まだまだ、このまま行くぜ。ふふ、敵3体を瞬殺。おー、そして一気に残りも。で、蘇ったー。けどすぐ倒せた。おし、ステージ3をクリアしたので。チェストを獲得、報酬が入った宝箱のようなものよ。ドラゴンコイン。お使い開ける。出た、久しぶりの急に発音良くなるやつ。3の倍数ステージクリアで、このチェストがゲットできるようなので。私は3の倍数で、アホになります。1、2、3。おいこらそこのアホ、画面の9割占領すんな。てかそのネタ、もはや最近の子供は知ってすらいないんじゃないか？おし、まだこのままでいけるな。みんな行けー。お、やはりステージが上がるにつれ、敵も強くなっているようだな。冷静に瞬殺。やべえ超気持ちいい、何も言えねえ。ちょいちょい古いネタぶっこんでくるなお前。おし、この辺でそろそろ、ちょっとパンティいじるかな。パーティーいじって
ぜ。ちょっと今度は系統を変えて、ごつい系のヒーローを。おし、どうせならもう全員入れ替えるか。同じ属性ばっかじゃあれだからね、バランスよくいろんな属性のヒーローを。アイヒロで教授おじさんも入れてと。ラスト1体は、なんかある意味強そうなのを。では年賀証もな編集。おっしゃ、じゃあ行くぜ。おお、一気にゴツゴツの迫力のあるパーティーに。うん、なんだか全体的にでかくもなったな。全然体力減らないぜみんな。あ、ちなみに属性は全6種類で、相性はこんな感じ。敵の属性に合わせて、うまくパーティー組まないとね。お次はステージ6か。青春で終わった？天候絶下だったな。おし、これでまた新たな機能が解放。試練の祭壇。ここでは数に制限はあるけど、ヒーローがここまでの戦いで受けたダメージを回復したり、戦闘不能になったヒーローを復活したりと、戦力の立て直しが可能。早速ね、ダメージが多いヒーローを優先的に回復回復。おし、これでまた思いっきり戦える。復活も。おし、じゃあまた戻ってステージ攻略だ。ってやばい、さっきから真面目に実況しすぎてボケが不足している。いいじゃんかそれで。だな、アホが売りのこのチャンネル、ボケ不足は深刻な問題だ。ということで霊夢、めちゃめちゃ面白いことします。めっちゃ自分でハードル上げた。一回か。皆様、このかわいそうな子は温かい目で見てあげてください。こんなアホなことやりながらでも、オートだからながらプレイも楽々なんだぜ。おし、じゃあそろそろ敵も強くなってきたのでね、こちらも助っ人。スキルやバフで味方ヒーローをサポートしてくれる役割。やっぱこういうドラゴンって、なんか男子はテンション上がるよね。ということで召喚獣と共に戦闘だ。ヒーローのサポート、任せたぜ。あ、ちなみにここが溜まると召喚獣のスキルを発動できるようです。ふふ、スキルぶっぱなして敵をぶち倒してやるぜ。もうすぐもうすぐってこのタイミングで勝っちゃうの。はい、こんな感じで進めていき、最後ステージ10をクリアして締めようとしたのですが、うん、強すぎたので諦めた。およい。ということでね、本日はオートで楽々、育成要素も満載でして、一部のヒーローは星10まで覚醒できて、星10まで覚醒したヒーローは不死というシステムでさらに強くできる。さらに、星10以上のヒーローは、異なる星10以上のヒーローに引き換えができるぞ。スローガンはアイデル、アイデル仕様、アイデルヒーローズ、遊ばせていただきました。10月6日に、アイデル、アイデル仕様の Twitter キャンペーンが実施されるようなので、ぜひ、アイデルヒーローズの公式 Twitter アカウントからチェックしてね。それではまた次の動画で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。